ガラ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 。今日モサンビの。どうしたトモコ、どうした。何回やってもお尻で走るかわからないの。私もう走れない。という方のための動画となっております。今日もよろしくお願いします。イアルサンスリです。ということでですね、お尻を使って走ると連動して足の運びですね、これ足の運びがうまくいったらやっぱりお尻を使いやすくなる。で、今日この動画を作ってるのも今坪井美里ちゃんがサブ 3.5 を目指してこう頑張ってるんだけど、掴みつつあるんだけど掴みきれてなくてちょっとやっぱり膝が痛くなっちゃうっていう、そんなこともあって、もっともっと分かりやすく作れないかなってところでいろいろ考えてみて今日ね動画を撮っていきたいと思うので、分かる分かる分かると思って、分かるはずと思いながら前のめりでちょっと一緒にやっていっていただければと思います。でお尻を使って走るっていうところでいろんなこと言ってて忘れてもいいことあるんだけど、これだけは忘れないでっていうやつが、足を反らせてでつま先上げるんじゃなくてつま先が落ちないようにして足を回転させていくってやつ覚えてる？この動画です。見てくださいってとこなんだけど、私はそのサブスリー1回してその後またちょっと加工気味になった時にもう全然ダメだったんだけど、みつかくんの足を反らせるでつま先を下げないっていうのをやってから、その後またね自己ベストが出たわけでございますよ。本当に助けられたアドバイスだったので、もうこれはみんなでね語り継いでいきましょうね。語り継ぐべきね伝説でございますのでね。っていうのでちょっとトレッドミルを使ってねやっていきたいと思います。まずはあまりよろしくない方から行ってみましょう。膝下走りですね。これが噂の下膝下走りで、つま先がめちゃくちゃ下がるでございますね。膝で走ろうとするとだいたいこういう走り方でございます。走るのとしっかりね足そばせて走るのってこう回転がね、足の回転がね変わってきて、こっちの方がやりやすそうだなってイメージ湧いたのではないでしょうかっていうところで、よくね質問が来るのが、ゆっくり走る時もそうなんですか。そう、ゆっくり走る時ほど確認する。これほんとねジョグがめちゃくちゃ大事ってね速い人ほど言うんですよ。そうなのよ、ジョグの時にいろいろ自分のねコンディション確認したりとかフォーム確認するってすごく大切なので、ゆっくり走る時も反らせた時とペラペラ走る時、あ、こんなに違うんだっていう感覚をね捉えられると思います。ということで、しくしくねしたともこちゃんも分かったかしらというところで、一緒に少しずつ少しずつですけども成長して楽しく走っていきましょう。それではまたうたらんチャンネルで会おうね。バイバーイ。